アサギ、生きてるって楽しいよね。このサマーバケーションが終わったらとうとう卒業か。なんだか嬉しいような寂しいような。それにたけしさん一足先に日本に帰っちゃうしな。ま、たけしさんは優秀だから仕方ないか。スポンサーの研究所は一日でも早くたけしさんに新しい研究に専念してもらいたい気持ちでいっぱいなんだろうし。なんて、そんなたけしさんに私少しやきもち焼いてんのかも。私も早く自分の研究を始められたらな。うん、それよりまず卒業できなくちゃね。でも卒業式までは一緒に過ごせると思ってたから残念。今日は真夏とは思えないほど涼しかった。今頃日本は暑くてジメジメとしてるんだろうな。やだ、急に日本のこと思い出すなんて。明日は友人の家でホームパーティーがあるので手土産にアップルパイを作ってみた。たけしさんに少しあげたら、この甘さだったら僕以外はみんな納得するよね。それにしても東子のケーキもアメリカナイズされちゃったななんて言われちゃった。確かに日本のケーキはアメリカに比べると甘さを抑えたものが多いよね。最初は私も砂糖の塊かと思うほどの甘さになれなかったけど、今はこれくらい甘くないと物足りないもの。あんまりこの甘さに慣れてしまうと日本に帰ったらケーキとか食べなくなりそう。少し控えないと太っちゃうし、たけしさんに嫌われちゃう。明日からまたダイエットかな。もうすぐハロウィンのシーズンか。とうとうこれが最後のハロウィンになるんだね。ハロウィンといえば、はじめはびっくりしたっけ。昼も夜も仮装した人たちが当たり前のようにランチしたり、買い物してたり。さすがに夜はホラー系の仮装者は怖かったけど。翌年からは私も何度か大学の友達と仮装したっけ。その辺、たけしさんは真面目なのかな。とうとう一度も仮装した姿見たことがないわ。最後くらいは羽目を外して一緒に仮装したいけど。うん、今年は何に仮装しよっかな。でも家のあちこちにくり抜いたかぼちゃを置いてある家を見ると、ついたけしさんとずっとここに二人で住めたらなんて思っちゃったりして。今日はたけしさんとチャールズ川に沿って散歩をした。改めてこの4年間を振り返ってしまった。
初めは無我夢中で余裕がなくて辛かったけど、たけしさんに出会ってから随分と自分は変わったと思う。恋愛なんてしてる場合でもなかったけど、やっぱり一人は寂しくて。寂しい時こそ誰かにいてほしいとも思うし、でも寂しいからってむやみに恋人を作ればいいってものでもないし。それで何度も痛い目にあって。でもたけしさんは違った。一緒にいるだけで安心していられる。こんなことって初めてかもしれない。来年はたけしさんも日本の研究所に入るために帰ってしまう。私はどうなるんだろう。やっぱりたけしさんと一緒の研究所がいいな。今年もあとわずか。たけしさんは来年早々先に日本に帰ってしまう。私は卒業式の後だから3ヶ月ぐらいは離れ離れだね。今までそんなに離れてたことがないからちょっと心配。たけしさんは大丈夫なのかな。でも来年からは日本で同じ研究所で働けるんだし、残されたわずかな学生生活を楽しめばいい。年末にはバックベイでのニューイヤーイブもあるし、楽しいイベントだらけだわ。今年はたけしさんと二人きりで行きたいな。最後のアメリカ生活だもの。なんて、そんなこと言ったらジョンやメアリーは寂しがるかしら。アサギ、私とだけ遊ぼう。アサギ、牛乳が飲みたい。アサギ、嫌いなものは何？アサギ、一人は嫌。
来月、たけしさんが日本に帰ってしまう。でも瞳子の誕生日はまだこっちにいるんだし、二人でお祝いしようって言ってくれたけど、余計に別れる時が辛くなっちゃう。空港に見送りに行ったら泣いちゃいそう。今日、たけしさんが日本に帰ってしまった。空港までの間、何を話したらいいかわからなくて、言葉を探してしまった。たけしさん、気を悪くしたかな？でも、たけしさんは優しいよね。何にも言わないで、ずっと手をつないでてくれた。日本で待ってるよって。そう、また少ししたら、日本でたけしさんに会える。今日、たけしさんからエアメールが届いた。卒業のお祝いは日本でね、だって。嬉しい。たけしさんも研究所で頑張ってるみたい。今まではたけしさんがいない寂しさに浸っていたけど、恥ずかしいわ、私。たけしさんがこんなに頑張ってるんだもの、私も頑張らなきゃ。頑張って研究して、早く誰にも認められるような研究者になろう。早く日本に帰りたい。たけしさんが待ってる、日本。私を見て。今日は日本へ帰る準備の部屋の大掃除をした。たくさんの思い出や写真、みんな私の宝物だわ。でもさすがに全部は持って帰れないから、
今度フリーマーケットに出そうとメアリーと話をした。少しメアリーも寂しそうだったけど。大丈夫だよメアリー、私も日本で頑張るから。ただいま。5年ぶりの日本。やっぱり日本はいいなぁなんて。アメリカ生活も良かったけど、やっぱり日本に帰ってくると落ち着く。でも少し怖い。海外で長く暮らして戻ってくると、なぜか自分だけ取り残されてるんじゃないかって思ってしまう。中学の時も不安だったな。学校に行くのをぐずってお母さんに叱られたっけ。でも5年間なんてあっという間だったな。ホームシックにかかる暇なんかなかったし。とにかく一生懸命だったよね、トーコ。勉強勉強で。でもちゃんと友達もできたし、楽しいことも辛いことも。失恋もしたけど恋もしたもんね。こうして振り返ると、何が一番自分の中で変わったかな。大丈夫大丈夫、自信を持って。トーコファイト。明日から研究室に初出勤じゃないの。頑張らなくちゃ。こんな不安は今日でおしまいにしないと。明日研究所に行ったらたけしさんに会えるかもしれないしね。ただいま、トーコ。なんだか今日は疲れちゃった。日本の研究室の空気は嫌い。日本の研究室ってなんであんな雰囲気なんだろう。批判精神ゼロで従順そうな人ばかりだし、帰国子女っていうだけで偏見たっぷりな目で見るのもやめてほしい。アメリカの研究室ではそんなことなかったのに。やっぱり私が入ったのってお父さんのコネだと思われてるのかな。なんかみんな冷たい感じだもの。小学生の頃とか転校生が来ると興味津々で、周りからすぐ積極的に友達になったりしたのにな。大人になるとみんな警戒するのかな。なんだか寂しいよねこういうの。でもこれが今の私の現実なんだよね。いつまでもアメリカ生活を引きずってても仕方ないよね。ちゃんとやることやってればいつかは分かってもらえるはずだよね、トーコ。もうすぐカウンセリングの認定試験だし、この認定試験をクリアするまでは何を言われても我慢しなくちゃ。ぐずぐず言ってる場合じゃないよ、トーコ。とにかく今は頑張って自分のペースを作ろう。どうせみんな無関心なんだから。私は偉くなんかならなくてもいいから、自分の仕事に誇りの持てるような仕事をしよう。そうすれば結果なんて必ずついてくるもの。それに私にはたけしさんがいるから大丈夫。たけしさんの研究室とは建物が離れちゃってるのは寂しいけど、来週は久しぶりにたけしさんとデートだし、その時思い切り甘えちゃおうっと。
アサギ。同じがいい？誰と比べてるの？アサギ。紅茶は好き？今日はたけしさんと久しぶりに一日を過ごすことができて嬉しかった。はあ、やっぱり私はたけしさんが好きなんだなって実感した。たけしさんの研究室も派閥争いやなんやらでいろいろ大変なのに、黙って私の愚痴を聞いてくれて。何でも大きく包み込んでくれるあの笑顔を見たら元気になった気がする。なんて私って単純なんだろ。でも甘えるのはいつも私ばっかりだよね。私もたまにはたけしさんに甘えてほしいのに。甘えたくても今の私は頼りないか。でもいつかたけしさんの専属カウンセラーになれるように頑張るからね。なんてね。今日はなんだか一日気分が悪かった。なんで日本人は噂話が好きなんだろう。たけしさんと付き合ってることがバレてるのもびっくりしたけど、陰でこそこそ話を盛り上げるのはやめてほしいわ。確かに社内恋愛のようなものだから、一つ一つの行動を全て何かと結びつけて想像するのは構わない。でもそれをまるで事実のように話を広めるなんて。きっとあの二人すごいエッチしてるよねとか、外人はもうきっと飽きたのよとか、トイレだからってあんなに不用心に話さなくてもいいのに。多分あの声は2階の子たちよね。くだらない話。でもあんな話をすることで彼女たちは楽しいんだよね。ムカつく。だからみんなあんな目で見てるんだ。そんなに気になるんだったら私に直接聞いてよ。こんな話を誰かに聞こえるように言うなんて、
何しに研究室に来てんのよ。やることをやれって言うのよ。気にするなってたけしさん言ってたけど、私はやっぱり許せないな。うー、絶対何かあったら復讐してあげたいわ。なんて、あんな人たち相手にいつまでも怒ってても仕方ないけど、もう今夜はとにかく気分が悪い。はあ、こんな時たけしさんがそばにいてくれたらな。でも今こんなことで頼ったら迷惑なだけだよね。今とっても忙しいらしいし。そういえばたけしさんは知ってるんだろうか、こんな噂になってること。私みたいにもしかしたら嫌な思いをしているのかしら。時はお酒を飲んですっきり忘れよう。もうすぐ認定試験なんだから、こんなことで惑わされちゃみんなの思うツボだわ。あとは試験が終わってからたけしさんに相談しよう。その時までは我慢我慢。おやすみなさいたけしさん。今日は久しぶりに晴美から電話があった。晴美は自分からは電話の一つも面倒くさがってしないようなやつなのに、急に電話があった時はびっくりした。でももっとびっくりしたのは晴美が結婚すると聞いた時。いつも晴美は男と別れてもう死んじゃいたいとか、新しい彼氏を紹介してくれとか、突拍子もない時しか連絡をしてこないから、今度は何事だと思ったら結婚か。なんだかほっとしたような、先を越されたショックというか。でも女も26歳ともなれば結婚して子供がいてもおかしくない年齢だもんね。なんだか悔しくなってきた。でもいいんだもん、結婚式の時にはたけしさんを紹介して晴美を羨ましがらせてやるんだ。私ももうすぐよって。明日たけしさんに電話してみ。今日は大学時代の悪友かな子に電話をしてあげた。とうこ偉い。晴美の結婚式に一緒に行こうと思ったけど、でもあいつったら仕事で行けないかもしれないだって。白状もの。本当はかな子とは私がアメリカに行く前に会ったっきりだったから、久しぶりに会いたかったのにさ。でもかな子に、とうこもうすぐ誕生日じゃなかったって言われて気づいたけど、そういえば私もうすぐ誕生日なんだよね。女は二十歳過ぎると早いって言うけど、本当よね。私ももう27歳か。晴美も9月には結婚するし、たけしさんは何とも思わないのかな。今年の誕生日はどうするんだろう。はあ、その時にまさかプロポーズなんてことはないか。たけしさん、カウンセリング認定試験に合格したわ。なんだかほっとした。日本で試験をまた受けなきゃ認められないなんて馬鹿げてるけど、早く報告したくて、さっきはたけしさんに支離滅裂なメールを書いてしまったような気がする。たけしさんも喜んでくれてるかな、それとも後で電話をくれるかな。くれるといいな。Thank you.
これで少しは変な噂話や偏見はなくなるかな。やだ、私ったら。偏見や噂話をなくすために頑張ってきたわけじゃないのに、何を気にしてるんだろう。ともかくこれでやった私の研究もスタートさせることができるわ。もっと頑張らなくちゃいけないのはこれからね。何を悩んでるの？それにしても相変わらず研究室の風当たりは強い。認定試験を合格してもカウンセリングの資格なんてっていう目でバカにしてる。うん、だいたい高島教授も気に入らない。なかなか私にクライアントをつけてくれない。つまらない雑用ばかり押し付けてくるし、きっとアメリカ帰りの女に何ができると腹の中では思ってるんじゃないの。だとしたら悔しいよ、たけしさん。男の人はそれなりに認められるのに、女の人の留学経験ってあんまり評価されない。高島教授の雑用に値を上げてる場合じゃないわ。絶対いつか認めさせてやるから。うん。疲れてるんだよ。ちょっと眠った方がいいよ。以上も経つのに、高島教授は相変わらず私にクランケをつけてくれない。なかなか君の対象にしたい年齢のタイプがいなくて、なんて言ってるけど、どうせ嘘でしょ。自分の雑用係にしたいだけなんじゃないの。私はあいつの秘書になるために来たわけじゃないのに。そのうちセクハラでもされそうで嫌だな。私は中年親父は嫌いなんだから。
今年のゴールデンウィークの連休はなんとか数日休暇が取れそう。アメリカから帰国してからあんまりゆっくりできなかったから少し嬉しいな。研究室に入ってからも精神的な余裕もなかったし、たけしさんも一緒に過ごせるといいな。どこかに旅行なんてしなくても、ただ一緒にいられればいい。少し安らぎが欲しい。これってわがままかな。アサギ、私のそばに来て。私を感じてほしいの。金縛りなんて怖くない。アサギ、逃げ出したくなる？私もそうだった。
このところ何にも見えなくなった。ひょっとしたら私治ったの？そうならすごく嬉しい。お父さんもお母さんも瞳子さんも喜んでくれるかな。アサギ、ひどいよ。Thank you.
アサギ。悪いのはあなたじゃないのよ。悪いのは誰？アサギ。自分を傷つけるなんてやめて。アサギ。私、眠くなんかないよ。トウコさんの絵を描いたから、トウコさんのところに寄って店に行ったら、警備員のおじさんが今日は出張だって言ってた。忙しいんだな。お父さんがもうすぐ帰ってくるし、この頃いい感じ。あれも見えないし、ネットに久しぶりに行ってみようかな。ウサギさんともご無沙汰してるし、あの時のお礼をしなくっちゃ。前向きな自分が結構かわいい。別に本当に休もうとしたわけじゃないのに、頭が痛くて、あれが見えて結局休んだ。お母さんも仕事に行って、一人ぼっちだった。小学校の時は割と平気だったのに、なんでこんなに寂しくて辛いんだろう。美里ちゃんのせいかな？お父さんに電話してみようかな。でも、国際電話って高いから、お母さん怒るかな？美里ちゃんが私と一緒の部活にしようって言ってた。音楽は美里ちゃんとレベルが違うし、美里ちゃんも部活までは音楽はやりたくないって言ってたし、郷土研究会の人たちが優しそうだったけど、ちょっとなんだかだし。部活はやっぱり美術部にしようかな。絵は昔から好きだったから、なんとかやっていけるかな。
美里ちゃんは強いのかな。私が休んでも平気だったみたい。ちょっとがっかり。私って独占欲が強いのかな。もしかして私以外にも友達がいて私が独占してるだけ。やだな、疑ってばっかり。私また嫌な子になってる。部活で先輩たちと一緒に画材屋さんにスケッチブックを買いに行った。パステルが可愛かったんでクロッキーと一緒に買って、晩ご飯の前に絵を描いていたらお母さんに怒られた。匂いが結構するみたい。私はそんなに嫌いな匂いじゃないかな。勉強も部活も頑張るぞ。ファイト、レイン。なんちゃって。本当に無理に笑ってない。これが私。無理してるの？無理なんかしてないよね、私。美里ちゃんといろいろな部活を見学した。美里ちゃんは運動は得意みたいだけど、私は運動はやっぱりダメだから文化系かな。美里ちゃんはバイオリンを子供の頃からやってて、コンクールとかも出ていたらしい。すごい。パソコンもやってるみたいだったけど私は言わなかった。なんだかネットのことは秘密にしておきたかったの。だってネットでは気を使わない自分でいたいから。やっぱり部活はバラバラになりそうかな。美里ちゃんって私のことすごく大事にしてくれる。いつも私たち一緒。美里ちゃんが休んだりしたらすごく寂しいな。もう一人ぐらい友達がいたらな。私って浮気症？なんかずるい考え方だよね。美里ちゃんは一人でも大丈夫なのかな。明日休んでみたら美里ちゃんはどう思ってくれるかな。そんなことして試したら嫌われるのは当たり前だよね。東子さんのところに行って報告してきた。美里ちゃんのことばっかり話し合った。元気になったねって言われて照れくさかった。
そういえば瞳子さんは部活何やってたんだろう。運動とか得意そうだもんね。確か瞳子さんはアメリカにいたって言ってたから、日本とは違うかもしれないな。そう、病気なんかじゃないんだ。瞳子さんも言ってるもの。先生が言うんだから間違いないよね。信じていいよね。美里ちゃんが休んだ。先生に聞いてお見舞いに行こうと思ったら、昨日美里ちゃんのお母さんが来て、本人の希望でお見舞いはご遠慮させてくださいって言われたんだって。どこが悪いんだろう。あんなに元気だったのに。そういえば美里ちゃんってあんまり自分のこと話さないもんね。私も一緒だけど、私の場合は話したら嫌われちゃうもの。美里ちゃんには本当は話したいんだよね。でも私は臆病者だから。変わってない？それとも臆病な私は死んでしまった方がいいの？美里ちゃんが学校に来たけど、まるで何もなかったかのように普通だった。病気って何だったのって聞いたら、風邪だって言ってたけど、とにかく治ってよかった。明日渡せなかったお土産を持っていこう。久しぶりだったから部活はお休みして、帰りにアイスクリーム屋さんに行った。やっぱり美里ちゃんがいると楽しい。よかった、元気になって。お父さんが瞳子さんにってお土産を渡すように頼まれたから、学校が終わって先生のところに行ってきた。なんか瞳子さん元気がなくって、ちょっと雰囲気が変わってた。お土産の袋も開けなかったし。疲れているのかな。何が入ってたんだろう。化粧品かな。
お母さんも化粧品とか高そうなバッグだったし、私もいつか化粧とかするんだろうな。この顔で化粧したら似合わないよね。美里ちゃんとかは大人びた感じだからきっと似合うよね。あ、お父さんがお土産余ったって言ってたから美里ちゃんの分ももらおう。でも変に高いプレゼントも良くないよね。だって私たちまだ中学生なんだし。これでいつもと同じ。何も変わらない。もう私はこれでいい。美里ちゃんが学校休んだ。一人ぼっちってほどじゃなかったけど、ちょっと寂しい。部活もなんだか寂しくって早退してきちゃった。せっかくお土産を持ってったのに。明日は美里ちゃんが学校に来ますように。私には美里ちゃんが必要なの。美里ちゃんは私が必要。アサギ。隠し事なんて誰にだってあるもの。アサギ。誰にも教えないで黙っていればいいの。文化祭で出展する絵を描かなくちゃいけないけど、何を描こうかな。あんまり何か描きたいってないかな。副部長さんがなんか身近なものでいいよって言ってたけど、何かな。ビケちゃんとか美里ちゃんとか、お父さんお母さん、トウコさん、自分、
人物ってなんか恥ずかしいな。似てなかったら恥ずかしくて嫌だし。美里ちゃんは何を書くの？レイン？それとも私の知らない誰か？今日学校で美里ちゃんが男の子に呼ばれていたから何だったのって聞いたら付き合ってほしいって告白されたんだって。美里ちゃんは全然興味なさそう。私だったらちょっと嬉しくなっちゃうかな。告白した人かわいそうに振られちゃったんだね。結構かっこよかったのにかわいそう。美里ちゃんって綺麗だし頭もいいしモテるけど男の子嫌いなのかな。すごく迷惑そうな顔してた。ひょっとして私が知らないだけでもう誰かいたりして、それも寂しいな。全部知るなんて無理だよね。私は美里ちゃんじゃないし。でも昔の私だったら私もそうしてたかも。美里ちゃんに誰か付き合ってる人いるの？って聞いたら笑われた。そうだよね、私たちいつも一緒なんだから。体育の着替えの時美里ちゃんの胸を見たら大きかったな。私の胸はぺったんこ、羨ましい。そういえば私はまだあれもないし、みんなはもう女の子になってるのに私って遅れてるのかな。体なんてどうでもいいよね。大事なのは心だよね。心が病んでたら誰も私を好きになってくれないもの。Thank you.
ー。